温泉街北部総ゆしらさぎのゆうゆゆ温泉ゆうゆう温泉の一ゆうゆう温泉は、石川県金沢市、湯沸町、および湯沸荒谷町にある温泉である。金沢温泉郷を代表する温泉。金沢市東南部の中山間地域に位置しており、金沢の奥座敷とも言うべき場所にある。源泉は4つある。浅野川から分かれる道路沿いに9県の旅館、日帰り入浴施設、 そういう白鷺の湯、および飲食店、商店などが並んでいる。他にかつてこの地に滞在し、湯湯温泉を題材にした、書籍を発表した、竹久夢二の記念館がある。また、温泉街の北側には、江戸時代の建築物を移築した施設、金沢湯、湯江戸村がある。以前には、白雲堂ホテルという豪華なホテルが存在したが、現存しない。さらに、採用部には、 人造湖の玉泉湖があり、周りには遊歩道が整備されている。また、玉泉湖畔には、毎年行われる、表室行事に使われる氷室小屋がある。718年に、神杉職人が泉で一羽の白鷺が身を浸して、いるのを見て近づいてみると、湯が湧き出ているのを発見した。これが東温泉の発見及び、東温泉名の由来とされている。江戸時代には、 加賀藩主をはじめ、一族が乗用した。大正初期にドイツで行われた万国交戦博覧会では、当時の内務省より日本の名戦として推薦され、出展した。明治以降、竹久夢二をはじめ多くの文人、木閣が愛用してきた。共同浴場は古くは、草油と呼ばれた。1937年に建てられた古い建造物であったが、 1999年に改装され、そうゆしらさぎの湯となった。名前は前日の開け湯伝説に由来する。北鉄バス湯湯温泉バス停に設置された湯のさぎ温泉バス停標識レプリカ湯湯、ぼんぼり祭りの様子。ありがとうございます。